フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロスケーターの羽生結弦さん、28が離婚したことを17日、公式 X、旧ツイッター、羽生結弦オフィシャルアンダーバースタッフ公式で発表。羽生さんの談話などを発表した。一方で、事務所からは、本日、羽生結弦氏は重大な決断をしました。その経緯等については、本人のコメントの通りです。 このような事態にまで至った状況、本人、配偶者及び家族の心情等を検察いただき、本件につきましては、これ以上の取材等はぜひとも控えていただきたく、心よりお願いいたします、と、報道各社に悲痛なお願いとして伝達した。